皆さん、こんにちは。リコです。B ファーストのスケジュールをお届けします。トピックスは3つです。1つ目が、巨人開幕戦セレモニーの詳細について。2つ目が B ファーストのスケジュール3月18日から24日分。3つ目が B ファーストライブイベント情報のまとめです。 ということで、まず一つ目は、読売巨人軍の開幕戦セレモニーに BE:FIRST が出演するということが先日発表されておりますが、それが具体的にどのようなスケジュールなのか、どこで見ることができるのかなどについてお話をしていきたいと思います。はい、ではこちらですね。3月29日金曜日にいよいよ読売巨人軍の開幕戦が開催されます。 そのセレモニーで BEFIRST がスペシャルパフォーマンスや国家聖唱を担当するということが先日発表されておりますね。その内容について今日はお話ししていきたいと思います。こちらの白い枠に掲載したんですが、当日のプログラムがこのようになっています。 午後5時30分頃から開幕セレモニーがスタートするということで b ー,ーストの登場は早速午後5時35分頃スペシャルパフォーマンス b ー,ーストという風うに書いてありますねそれから球団創設90周年の記念映像であったり両チームの紹介があった後に午後5時55分頃に b ー,ーストの国家聖唱が行われるということです この文字を見ただけで緊張してきますね。そしてこの日の試合は日本テレビなどの地上波でも放送されるんですけれども、実は放送開始時刻をご覧いただくと、18時10分からが日本テレビ系の地上波での放送、それから18時15分からが TVer での配信ということになっていますので、現時点ではこの2つの視聴方法で b ファーストのパフォーマンスが ご覧いただけるかどうかというのがちょっとわからないですね。少なくとも生中継でご覧いただくことはできないということになりますが、もしかしたら試合の合間に紹介があるかもしれないといった感じになりそうだなというふうに思っています。ただ、このセレモニーも含めて生中継されるというのが3つの方法があります。1つ目が CS 放送の日テレジータス。2つ目がジャイアンツ TV の配信。 そして3つ目が Hulu の配信。この3つの方法であれば、当日セレモニーも生中継されるということなので、b ファーストの融資をリアルタイムで見届けたいという方は、この3つの方法でぜひご視聴なさってください。ただしこちらはすべて契約が必要なものになりますので、その点はご注意ください。CS 放送で日テレジータスをご覧になれる方は、それでご覧いただけると思うんですけれども、 ジャイアンツ TV は月額で1320円かかります。Hulu については契約されている方も多いかと思いますが、月額1026円となります。前回 b ファーストが始球式やブンブンバックのパフォーマンスを披露した際には、ジャイアンツ TV さんの無料コンテンツで b ファーストのトークが配信されたりということもありましたが、 確かその情報が出てきたのは試合前日ぐらいになってだったと思いますので、今回ももしそういったことがあるとすれば、直前に情報が発表される可能性はあるかなというふうに思っていますが、まあ今回は読売巨人軍さんにとっても90周年の開幕戦ということでとても 重要な試合になるかと思いますので、同じように BFIRST のコンテンツがあるかどうかというのはちょっとわからないかなというふうには思っています。はい、以上です。 先ほどお話ししました通り、前回も本当にいろんな詳しい情報が出てきたのが試合の前日ぐらいだったので、おそらくそのくらいになると、もう少し詳しい情報なども出てくるかもしれないなというふうに思っていますが、取り急ぎ現時点で分かっている情報をお知らせいたしました。はい、では続きまして b ーストのスケジュールをお届けします。3月18日月曜日。 まずは現在受付中のものになりますが、今回も来ました毎日ザキヤマにレオが出演するということなんですけれども、なんとなんと今回はレオだけではなくてシュンとも一緒に出演するということです。これはまた新しい角度からのトークが展開されそうでとっても楽しみですね。まだ放送日時などはわかっていませんが、おそらくマスタープランのプロモーション期間になるんだろうなというふうに思っています。 そして現在この毎日ザキヤマでは、情報、質問、メッセージを受付中です。締め切り日時は書いていませんでしたので、ご希望の方はお早めにご応募ください。はい。そして18日月曜日午前8時から TBS ラビット、レオが出演するということが発表されております。いやー、嬉しいですねー。 本当に朝からレオがラビットに出演するかどうかで朝の爽やかさが全然違ってきますね。そしてレオがこのペースでラビットに出演してくれるということになると4月からは両期の朝ドラも始まりますしベスティーの皆さん朝から大忙しになりますね。はい、そして3月19日火曜日雑誌あえら3月25日増大号 こちらになんとなんと三山良貴さんが表紙インタビューで掲載されるということです。良貴単独の表紙ということで、これはめちゃくちゃ嬉しいですね。いやー、どんな表紙になっているのかとっても楽しみです。21時30分からはワウワウライブにてサマーソニック 2023Day1 が放送されます。スカイハイさん、b ーファーストマーゼルが出演したライブです。 3月20日水曜日午前10時15分からワウワウシネマにてハイローザワーストクロスが放送されます。宮間良樹さんが出演した映画です。3月21日木曜日雑誌東京カレンダー5月号宮間良樹さんが掲載されます。東京カレンダーはいつもすごく大人なおしゃれな雰囲気なのでこちらもとっても楽しみですね。 3月22日金曜日この日から販売開始となりますのがライブインドーム2024メインストリームマスタープラン大阪公演の EC 事前販売がついにスタートしますちょっと日程が変更になっているようで3月22日から28日までに変更になっているようなのでお気をつけください3月23日土曜日雑誌シュプール 2024年5月号増刊版こちらに BE:FIRST が表紙と14ページの特集で掲載されます。いやこちらも写真ご覧になりましたか表紙の写真めちゃくちゃかっこよくてスタイリッシュですね。こういった雑誌に掲載される写真もすごく貫禄が出てきたなというふうに思います。そして今回 BE:FIRST が表紙を飾るのは増刊版になりますのでお気をつけください。 通常版はなんとなんと八木里香子さんが表紙ということでこれもまた嬉しいなというふうに思いますはいそして5時45分からは TBS にて夜明けのラビットこちらは3月18日にレオが出演した分が未公開トークなども含めておそらく放送されるんではないかなというふうに思います17時から JWAV e にて Amazon Music Million Billion 両きと春とがナビゲーター レオが対談企画に出演です。18時から Amazon ミュージックにて Amazon ミュージックミリオンビリオンポッドキャスト、涼気と俊とが出演です。18時30分からはスイッチにて Amazon ミュージックミリオンビリオンレオの出演です。3月24日日曜日23時59分まで本日ビーファーストスターライトプラス2024に出演ですね。 その様子がレミノで配信されますが、そちらの見逃し配信が3月24日日曜日の23時59分で終了となります。はい、今週のスケジュールは以上です。続きまして b ー s t 出演予定ライブイベントの情報をまとめに行きます。一つ入れ忘れていた情報がありましたので、一番上に追記しました。 3月28日木曜日、パンドラオーガナイズドバイアイルザショータ。こちらのイベントに、ショーマイナーサベージの出演が発表されていますね。いやー、久しぶりのショーマイナーサベージめちゃくちゃ楽しみです。こちらチケットはすでに完売しているんですが、アベマにて生配信があります。チケット料金は2000円です。 こちらに関しては、生配信があった後、少し期間が空いてからアーカイブ配信が始まります。アーカイブ配信については、4月13日土曜日の20時からとなっておりまして、当日の生配信については、すぐに見逃し配信を見たり、追っかけ再生をしたりということはできないようなので、お気をつけください。 今回のオーガナイズイベントは、ドクタースワッグさんであったり、流星原田さん、アスピさん、マコトさんなんかのダンサーさんたちも出演するので、おそらく前回まで開催されていたプレイスオブメロウなどのちょっとメローな雰囲気とはまた違った空気感になってくるんだろうなと思いますので、そんな中で生き生きと輝くショーマイナーなベジとっても楽しみですね。 ダンサーさんたちとソータの絡みなんかももし見ることができたらとっても嬉しいなと思います。そして BMSG からはエディーボーイも出演しますので、まあこれもわかりませんがもしかしたらワンワンエイトなんかもあったりするかもしれないなというふうに思ったりもしています。はい、以上です。どうもありがとうございました。リコでした。